第8節地球以外での重力。これまで地球上での重力について学びました。この説では地球以外での重力について学びましょう。問い1、問い2をやってください。地球が地球の中心に向かって引っ張る力を 重力と言いますね。磁石の力は離れるに従って小さくなるのでした。重力は地球から離れるに従って小さくなります。つまり重さは軽くなります。ロケットに乗って地球から離れていくと重力は小さくなります。物を引く力は あらゆる物体にあります。例えば、リンゴにも引く力はあります。私たち人間にもあります。ただし、引力はとても小さな力で、普通の物体ではほとんどゼロに近いので無視できます。月にも引力はあり、地球ほどではないのですが、少し大きいです。 無視はできません。しかし、単に重力という場合は、地球の重力を言います。月の重力の場合は、月の重力などと言います。問い読をやってください。月では、物体に働く重力は、地球の約6分の1です。また、 太陽では地球の約28倍です。月は地球より軽く、太陽は重いからです。だから地球上での6ニュートンの物質は、月では1ニュートン、太陽では168ニュートンになります。問い語をやってください。 物を引く力はあらゆる物体にあることを万有引力の法則と言います。イギリスの物理学者ニュートンはリンゴが木から落ちるのを見て万有引力の法則を思いついたという逸話が残っています。これでこの説の説明を終わります。